名作ドラマにビビルーム、どうも佐賀県出身の田舎者おさむです。お願いします。こちらの動画はですね、日テレ系で土曜日夜10時からやってますドラマの最高の教師私は生徒にされたの今週は休みですね。なんで今回はですね、鵜久森さんを落とした真犯人と、まあ今後メイン会がありそうなやつ、この人怪しいなっていう生徒を語ります。うん、もうほぼほぼ鵜久森さん落としたやつ絞ったんで、ということでね、ドラマは休みですけどディレクターズカット見て過ごすわみたいな、すごい考察意識高い人おったらぜひ最後までゆったり聞いてってください。お願いします。ということで、まず一人目の怪しいやつが、星崎ね。やっぱずっと怪しいんですよ、あいつは。っていうのもね、ここ気になるんですけど、あの、チーム鵜久森におるじゃないですか。まあ、この正式名称わからんすけど、まあ、味方陣営って言ったらいいかな？うん。にしては、ちょっと出番なさすぎなんですよね。まあまあまあ、最初にそのタイムリープ疑い出したキャラなんで、そこの存在感はまああるんですけどね。でね、この相関図、ホームページの相関図にもあるんですけど、何を考えてるのかわからないみたいな。なんか一悶着起こしてもおかしくないですよね。って考えたら、怪しいだけの枠かもしれんすね。あのまあまあまあ、犯人かと思わせて、実はそうでもないみたいな。ただずっとその、プラフっていうのかな、あの、ずっと怪しいやつっていう感じを醸し出してただけのやつ。あの、穴番のナオさんとかも、そんな感じですね。おのちゃんでしたっけ。最初犯人を持って、え、まあ違うか、みたいな。と思ったらなんか、田中圭さんに嫉妬しだして、みたいな。的なこともあったんで、その枠かもしれないですね。うん。あの、6話の、鵜久森さんが落ちる、当日なんですかね。朝のホームルーム休みになった時に、なんか、カメラをセットしながら、外を見てたんですよ。まあまあ、セットかわからんすけど、ただ触ってるだけかもしれんすけど。で、外を見てて、これもしかしたらですけど、その、真犯人が、鵜久森さんを落とすっていうのを知ってて、この角度にカメラ置いとけば、もしかしたら真犯人誰かわかるんじゃないかみたいな。っていうの考えてた。まあ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 。これやったら激アツやけどな。星崎さんっていうか、もう星崎さんって呼ばしてください、もう。ここまでやったらもうすごいリスペクトなんで。その、まだまだクラスでいじめの、なんやろ、グループおるんで、そいつらの会話を、うっかりというか、ちゃっかり聞いて、その、真犯人の、誰がやるのかを、このカメラに収めるみたいな、かもしれんすね。じゃあ犯人誰なのかと、鵜久森さん落とした。個人的には西野さんですかね。っていうのもコメントあざます。前回の動画でね、ちょっとコメントいただきまして、西野さん確定だそうです。強い言葉を使うと弱く見えるぞ。ブリーチの愛禅やったら言うんでしょうけど、伝わってなかったらすいませんね。じゃあ動機は何ぞと。相良関連じゃないですか？まあなんか、うっすら相良にビビってる描写ありましたし、まあ、嵐の前の静けさみたいな、何しでかすかわからんみたいな、それを最初に言い出したのが西野さんなんですよ。なんで、あの、鵜久森さんに対して、お前のせいで相良が変わっちゃったじゃないか、みたいな、そういうちょっとした恨みあって、で、あの、なんか鵜久森のことを調べたりしてたら、あの、二週目の会話、あの、九条先生と鵜久森さんが実は二週目なんですよって、
打ち明け合うシーンあったじゃないですか。あの会話を実は聞いちゃってたみたいな。お前タイムリーパーだったんだなみたいな。この証拠の録音ここにあるぞみたいな。これを世間にバラしてやろうか、っていうのを言われて、その揉み合いになったんじゃないかと。やっぱタイムリーパーっていうのバレたら、九条先生の願いが叶えられないんでね。っていうところですかね。動機としたら。まあ、あと細かいところで言ったら、あの、うぐもりさんと揉み合ってるシーンで、男子生徒やったら、中の白シャツがちょっと、なんやろ、袖のところから見えるはずなんですけど、それがなかったんですよね。ってなったら女子生徒じゃないかなと。まあまあ、生徒だと仮定したらよ。まあ、大人まで入れ出したらもう無数にあるから。なんやろ、果たし状みたいな、あの、入れとるってことはよ。まあまあ、誰か生徒を利用してるかもしれんすけど、まあ、そこまで考え出したらちょっとキリないんでね。相良にビビって、あの、まあ、クラスぶっ潰すとかも言うてたんでね、相良。そういう、なんやろ、狂気的な部分知ってるからこその、もう相良を止めるために、うぐもりさんにあんなことしちゃったみたいな。で、あとね、大人会もあると思います。ずっと生徒のメインでやってるんで、やっぱ大人も変えんといかんすよ、あの学校は。ね、荒川よしよしさん、程よい距離感を、みたいな。言ってたシーンの九条先生の顔見ました？あれは絶対なんか思ってること、思ってることありますよ。で、まあね、その教頭の考えを変えることで、まあ、第二のうぐもりさんを生まんように、っていうのがあるんじゃないかな、と思うんすよね。まあ、こんな感じでしょう。まあ、今後の注目どころ、うぐもりさん落としたの誰なのか、っていうのを語っていきましたけども、こちらのチャンネルはですね、毎週月曜日の夕方6時に、最高の教師、私は生徒に、イエーッされた、の考察動画を上げてまして、で、まあ土曜日のね、夕方6時に、はやぶさ消防団っていうね、池井戸潤さんが原作のドラマが木曜の夜9時、テレ朝でやってまして、そちらの考察動画を上げてますと、この辺見てられる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。